爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第10節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。さあ、立ち上がり慎重に攻めたいところ。これは危ない。ここで折り返す。タッキナルビ、シュート。主審ファウルを取りました。壁を作ります。コーナーキックを得ました。狙いすぎたようです。4戦イワルセン、ボールが宙をさまよう。いいパスが出た。さあ、ここからどう攻める。コスに当たった。ファビオ・カンナバーロ、コーナーキックです。さあ、チャンス到来。よく前を見ている。ニクラ、シュート。これはゴールキック。横にそれてしまった。ココビエリ、ベルグ、出た。マルディーノ、コーナーキックです。さあ、セットプレー、何をやってくるのか。レオナルド・セナ、シュート。バーニャ、なんてアートだ。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。デルピエール。前半戦終了です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦キックオフ。
ここでワンツー。ベルグ走り込んできた。ミューレン大きく前方にクリア。ニュクラム、ベルグ後半15分、合わせた。繋がればチャンス。スイルシャーシュゴー、マーベラス、シューパービューティフォーゴー。素晴らしいゴールです。容赦なく得点を重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。ツールシャール、キラーパスになるのか。さあここからどう攻める。ネスタ、交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ワンツーシュート、これはゴールキック。ああ力が入らない。ファビオ・カンナバーロ、後半35分をすでに過ぎました。イワルセン、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、動き足が素早いです。トッティ、デルピエール、ここでカット、ツールシャール、ここで試合終了のホイッスル、圧勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。